今日はあれですよ、もう三鷹から歩いて2時間で録音してます。石神井まで、中央線から西武新宿線を通り抜けて西武池袋線というのは、まだちょっと今日は激しい運動できないなと、心臓が痛いから、でゆっくり行けばいいなと思ってね、リハビリで、6キロ、7キロぐらいかな。まあね、地図どうやって行けばいいかなと思ったけど、ここを家を一点として三角を作って、これを三角を何種類も作るやん、この三角、それで毎日変えるっていうね。どうですか。それで小遣いの1000円は電車代に使うか本代に使うか。まあ僕ね、実は昼はね、全部昼は外で撮影して、夕方になって本を、暗くなってからやればいいんじゃないかと思ったんだけど、外でずっといると疲れるっていうのがあるし、日焼けも紫外線も問題あるし、でも元気が出たらやるかもしれない。ロードバイクでずっと走ってるかもしれない。でもただね、ただ撮影が僕ね重要だと思うんだよね。というのは、いくら走っても撮影してアップせんかったら金にならんような気がするね。撮影してこそお金になると思うよ。だから逆に言えば、そんな早くなくていいんよ。綺麗に撮影できたらお金になるかもしれない。まあ YouTuber として、 YouTuber じゃないけど。それで今日ケンタッキーに行ったんですよ、ね、ケンタッキーに行ったの、石神井の。そしたら僕、ケンタッキーのフライドチキンがめっちゃ好きだから、たまに食べんじゃねえ、たまにめっちゃ食べたくなって、そこでもうケンタッキーで700円も使ってしまった。普通ジュース100円なのに、僕もうね、もう時々ね、ケンタッキーのねフライドチキンがめっちゃうまいから、骨付きのやつ、あれが500円もしてしまった。いや、めっちゃねうまいのよ、ケンタッキー。それでいろいろ買って、何買ったか、それで眠たくなるから、もういちいち眠たくなるよね。そしたらね、あの運転手の、バスの運転手さんを思い出してね、絶対眠らんようにって、もうコーヒー2杯飲んで、まあ最初にコーヒー1リットルの買ったけど、で結局コーヒー3つも買ってしまった。というのは、あの缶コーヒーって多分薬品のカフェインが入ってると思うよね、うん、カフェインは普通コーヒーに入ってるんだけど、薬品の、いいと思うよ僕。というのは、ドライバーが絶対眠ったいけんけん、医薬品って製薬会社が作った、通薬会社が、いや、そう、いや、いいんよ、それ、薄めたら、薄めて入れといてほしい、あの、医療用の製薬会社が作ったカフェインっていう化学物質があるんだろうけど、それをコーヒーに混ぜてるんだと、缶コーヒー、それが入ってるんだと思う。だからね、飲んだら目がパッチリするよ。覚醒作用が、覚醒剤みたいに軽い覚醒剤、いや、もともとコーヒーには入ってるけど、それが医薬品にするともっとね効くようになると思うよね。僕はね、いいよ、そりゃカフェインだもん。カフェインなんか別にありふれたもんだから、そんな覚醒剤みたいな麻薬的なあれはない。ただ目が覚める、あのメガシャキとか、ああいうのカフェインが入ってる。無水カフェインってあれじゃん、アリナミンとか、無水カフェインが 0.05mg 入ってるってね、あの栄養ドリンクにも書いてあるけど、あれも多分ね、
無水カフェインって、あの、医薬、いや、それ、あの、医療用の、医療用っていうか、化学物質よ。いや、それはね、実はコーヒーには書いてないよ、缶コーヒーには。無水カフェイン、0.05mg って。書いてないよ。書いてあるのは、あの、ドリンク、栄養ドリンクには書いてあるんだけど、そこがよくわからん。やっぱね、薬っぽくしたくないよね。そこはね、会社のあれでね、本当は入ってるんだけど、いろんな、あんまり薬を飲んでると思われたくないから書かないんだろうけど、でも絶対ドライバーって事故を起こしちゃいけんけんね、缶コーヒーで目を覚ます。それを僕は仕事で撮影をでやってるんです。それで3杯も飲んでしまった。それで目は覚めたんだけど、ちょっと後でダメージが来る、ね、今日の夜眠れんかもしれない。それでアリナミン A を1500円でヤマダ電機 の商品券で買って、あれを、まあ500円あったから、あれをね、一粒ずつ毎日飲んでいこうと思います。アリナミン。今から体を治す。本当に5000円のか欲しいんだけどね。それで帰りは食事、まあ、体調が悪い時はでね、日光って1500円で行けるんよ。100、200キロ近く離れてるのに。日光は、東武日光はね、東武線でね、200キロぐらい離れて、150キロぐらい離れてるのにね、1500円で行けるよ。じゃあ、東武日光だけ毎日通えばいいかって言ったらね、やっぱ、いろんなとこ行った方がね、いいと思うよ、景色が見れて。だから、なんかこのバッジのあれみたいにね、色がついちゃう。いやいや、交通費ね、今日はね、交通費300円と200円で500円しかかかってない。それで全部で、プラス力ないよね。歩く力とかね。だから重い荷物持てばいいよ。ある荷物。まあ、登山でもいいんだけど、登山は景色が見れて、景色プラス足の圧力を持たない、これが金のたまる自動ということで、金儲けのことばっかり考えてるけど、ということなんですよね。今日の結果いろいろやったけど、結局まあ独り言なんだけどね、コーヒーをよく飲んだ。いやー、もうケンタッキーがうまくて、あー、なんかない、もう最近このディアナチュラとか、はぁ、この手が荒れて、やっぱサプリとか飲みすぎだ。山田つき、当たりましたって、当たりましたって何やったの、200円引きなの。ドリンク。JAXA の味方か。あら、7時のニュース変わったじゃん。ドイ君は元気かな。
あ、ご飯あります。今日カフェイン飲みすぎてもう眠れんかもしれん。むかむか。胃が悪くなる。2リットルぐらい飲んだ。2リットルぐらい。三角形に行けばいいんだなぁ。体調管理が難しいですよ。丁寧にやって。地方銀行や路線バス事業者の経営統合などを後押ししようと、政府の未来投資会議でこの2業種に限定して独占禁止法の適用を特例的に見直すとした制度案が示されました。地方銀行路線バス方法を決定する成長戦略の実行条約に盛り込みます。具体的な検討を進めていただきたいと思います。具体的には地方銀行が経営統合することで地域でのシェアが高くなっても消費者の利益につながる場合は一定の条件の下で統合を認めるほか、バス事業者の共同経営を認めることで地方都市の駅前などで過剰に運行されている便数の適正化を図り、採算が厳しい山間部などの路線の維持を可能にする。山間部の路線って重要よね。足がないじゃんね、あの日の。そうよ、昨日丸沼高原